そしてね、そうめんのタレなんですけど、これを使います。まあね、後で、ご紹介したいと思います。はい、ソルデンでございます。今日はですね、こちらそうめんですね。まあ夏場はね、冷やしそうめん、いいかもしれません。で、冬はね、乳麺とかあったかいね、汁の、そうめん食べるかと思いますが、真ん中ぐらいね、秋口とかはね、どうやったら美味しい食べ方あるのってね、ちょっと聞かれたんでね、今日は、ちょっと涼しくなってきた時のそうめんのね、美味しい食べ方をね、ご紹介したいと思います。まずね、そうめんはね、普通にね、湯がいて、ください。はい、そしたらね、そうめんの方茹で上がりました。これはね、これで置いときたいと思います。それではね、盛り付けて、盛り付けるっていうあれでもないんですけどね、食べたいと思います。はい、タレのね、正体はですね、この煮付けのね、汁になりますね。この煮付けの汁で、そうめんを食べるとめちゃくちゃ美味しいんです。それでは食べたいと思います。煮付けの汁ですね。で、骨がね、入りやすいんで、こすやつね、をやってこうやった方がいいですね。できればこういったのでね、汁をね、こしながらね、やると骨が入らないので、もしね、皆さんやる場合はこういうのを使ってください。あと煮付けに入ってる生姜ですね。そして、薬味、何でもいいです。あと青じそとかね、入れると美味しいのでやってみてください。はい、ではね、早速いただきたいと思います。めちゃくちゃね、醤油の魚の出汁がね、効いて美味しいです。うまい。これね、炭水化物になるんですけど、ご飯食べたくなります。めちゃくちゃうまい。うちの実家では煮付けやった次の日のね、残った汁でね、よくこういう風に作ってました。ぜひね、皆さんも作ってみてください。それでは短い動画になりますが、よかったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではね、また次回お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバーイ。はい、ソルデンでございます。今日はですね、カードマジックをね、お見せしたいと思います。普通のカードなんですけど、いろんなカードがね、あります。いろんなカード、実はね、これ笑うとこなんですけど、それでは1枚カードを選んでもらいたいんですけど、今日はですね、誰もいないので、私が適当に、この辺あたりからね、選びたいと思います。
回見ちゃいますけど、ハートの2ですね。はい、そしたら、まずカードをね、半分ぐらいから分けて、混ぜちゃいますね。奇跡が起こります。ではハンドパワーをね、ハンドパワーじゃないか、ではご覧ください。ゴー。はい、なんとカードがね、全部揃ってハートの2だけね、表になるというね、マジックです。実はこのいろんなカード、これも実は裏はね、ハートの2です。はい、どうもありがとうございます。今回はカードマジックやったんですけど、今後はちょっと料理をね、ちょっとマジックを加えながらね、やりたいなと思ってます。もっとね、ちょっとね、たまにね、こうマジックを使ってこう料理を、ね、していこうかなと思ってますんでね、よかったらこうご期待ということで、それではね、短い動画になるんですがね、よかったと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではね、また皆さん次回お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバーイ。